こんにちは。今日はビーズ刺繍のバックステッチの刺し方をやってみたいと思います。バックステッチと検索すると2つの方法が見つかったので、それを比較しながら刺してみたいと思います。まず1つ目です。日本語でバックステッチと検索するとこの方法がほとんどです。最初は2粒刺す方法からやっていきます。ビーズを2粒取ってビーズ幅に針を落とします。1つ目と2つ目の間から針を出して、2つ目のビーズに針を通します。続けて次の2つのビーズを針に通して、同じ作業を繰り返していきます。ビーズ幅に針を落として、1つ目と2つ目のビーズの間から針を出して、2つ目のビーズに針を通します。これを繰り返していきます。次はもう一つの方法です。英語でバックステッチと検索するとこちらの方法も出てくるんですけれど、動画でよくこの方法が使われています。まず先ほどと同じようにビーズをビーズ幅で刺します。次は最初のビーズのところに針を出して、2つのビーズに針を通します。そして次のビーズを2粒取って、ビーズ幅で針を落として、そうしたら1つ前に縫い留めた2つのビーズの間から針を出します。そして3つのビーズに針を通します。これを繰り返していきます。ビーズ幅で針を落として、1つ前の2つのビーズの間から針を出して、3つのビーズに針を通します。裏を見るとこのようになっています。1つ目のステッチ、2つ目のステッチです。こちらの方がしっかりしたように仕上がるので、あとつながりがあるように仕上がるので私は気に入っています。こちらの方が糸はたくさん使います。縫い付けるビーズの数を変えてやってみます。まずは1つ目のステッチです。針をビーズ幅に落として、最初のところから針を出します。そしてビーズに針を通して、もう1粒ビーズを取ります。ビーズ幅に針を落として、ビーズとビーズの間から針を出します。ビーズに針を通します。ビーズを取ってビーズ幅に針を落として、1つ前と今のビーズの間から針を出して、ビーズに針を通します。これが1つ目にしたステッチと同じ方法で1粒を刺したものです。これはすごくよく使われる方法だと思います。次は2つ目の方法で1粒を刺してみます。ビーズを1粒取ってビーズ幅で針を落とします。最初のところから針を出して、ビーズに針を通します。次のビーズを取ってビーズ幅で針を落とします。最初のところから針を出して、2粒のビーズに針を通します。次のビーズを取ってビーズ幅で針を落とします。1つ前のビーズの後ろから針を出して、2つのビーズに針を通します。次のビーズを取って
ビーズ幅に針を落とします。1つ前のビーズの右側から針を出して2つ目のビーズに針を通します。3つの場合はビーズ幅で針を落としてここかここかどちらかから針を出して刺していきます。2つ目のステッチでも刺してみます。ビーズを3粒取ってビーズ幅で針を落とします。最初針を出したところからもう一度針を出して3粒のビーズに針を通します。次の3粒のビーズを取ってビーズ幅に針を落とします。1個前のビーズのここかここからか針を出して4つか5つのビーズに針を通します。4つでもやってみようと思います。1つ目の刺し方です。4つの時は最初2粒先に刺して進めることが多いようです。ビーズ2粒をビーズ幅で通して最初のところから針を出します。ビーズ2粒に針を通してビーズを4粒取ってビーズ幅で針を落とします。今刺している4粒の2粒2粒の間から針を出してあとの2粒に針を通します。これを繰り返します。2つ目の方法で4粒を刺してみます。ビーズを2粒取ってビーズ幅で針を落とします。最初のところから針を出して2粒にビーズ2粒に針を通します。ビーズ4粒を取ってビーズ幅で針を落として一番最初に戻って針を出します。6つのビーズに針を通します。これを繰り返します。4つのビーズを取ってビーズ幅に針を落とします。1回前に刺した4つのビーズの2つの間から針を出して6個のビーズに針を通します。今日はバックステッチの2つの方法を比較してみました。最後まで見ていただきありがとうございます。それではさようなら。